候補ですね、立候補しております。で、まあ、私もですね、今まで過去選挙、まあ、最初千葉県の知事選からスタートしてですね、まあ、過去5回選挙で5回目で当選したんですけれども、まあ、何回も平岡真由美候補にですね、お手伝いに来ていただいてまして、で、まあ、お友達としてすっかり、ね、仲良くなりまして、で、まあ、彼女もですね、おそらくそういう経験を積んでいる中で、お手伝いだけじゃなくて自分自身も立候補者として政治家として、まあ、世のため人のためになるようなことがしたいという気持ちが多分芽生えたんだろうなと思います。というところで、まあ、私もね、総括して半年前に当選したんですけれども、その、まあ、姿を見てというかね、多分影響を受けてくれたんだと思うんですが、私もやったらできるかなということでね、やっぱり、でもね、行動が一番ですから、ただ頭の中で描いてるだけじゃなくて、やっぱり行動して、実際何かを変えていくということが、やっぱり人生で大事だというふうに多分思ったんだと思います。というところで、今回ね、立候補したということで、今日は応援に来させていただきました。で、まあ、本当にね、彼女、すごい頑張ってて、僕も草加市の市議選当選した理由っていうのは、やっぱりどの候補者よりも駅に立つというところが一番私は一つの信条として草加市の市議選、まあ、10月に終わったんですけれどもやっておりました。で、私の場合はですね、10月の、23日がどれだったかなの、もう半年前ぐらいからですね、もう4月、5月ぐらいからある程度、まあ、グッズとかそういうの揃えてですね、もう6月からはもう毎日のように立ってたと。1日に2回、朝と夕方に2回立ってですね、まあ、多分毎日どれぐらいだろう、まあ、日にもよるんですけども、6時間とか7時間とか立ってるのが普通ぐらいの感じでやってたんですね。で、多分ですね、彼女もそういう、まあ、僕の姿を見てくれたからだと思うんですけど、もう本当に冬のね、一番寒い時からもう12月の、まあ、年が明ける前ぐらいからですね、頑張っていこうということで、ね、戦略を立てて、計画を立ててですね、もう約今度これで4ヶ月とか5ヶ月とかぐらいですね、一番冬の寒い時に毎日のように立ってました。で、やっぱりですね、なぜ駅に立つかっていうのは、まあ、もちろん、まあ、頑張ってるよっていうね、ニュースが飛びたいとかですけども、もちろんあるんですけど、政治家が駅に立つ一番 その意味っていうのは、市民、まあ、有権者の皆様の声を直接聞いて、それを議会とか、市政に反映させるというところが、これ一番大事な役割なんだと思ってます。だから、結局何がね、この富里市で問題になってるのかって、直接、有権者さんのお話聞かないと、やっぱり、なかなか分からないっていうところがあって、僕もですね、まあ、草加市住んでるんですけど、まあ、僕の思う問題意識と、やっぱり他の方が思う問題意識、